こんなダメージあったっけ、モロトフ。一人、で、二人目を、はい、弾幕で捌きつつ、はい、タグバッて取って、はい、全部、納品、あ、もう。一人、で、この角待ちもバレてエラなのか、バレてないセーフ。一人、二人、三枚目、四枚目、五枚目からの、うおー上がれ、これぞまさに生遺物、くれー、俺のホーグ来るぞ、うおー気持ちいい、かっこいい。はいどうも、チャンネルダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティー MW2! 早速ね、実況プレイやっていくんですけども、本日、なぜか知らないんだけど、次シーズン前のアップデートが入りまして、急遽武器調整が入っております。いや、なんでこのタイミングって感じだと思うんですが、まあ、理由を聞けば、なるほどね、ということで、はい、二つ入ってるんですけど、一つはね、ちょっとマルチ関係なくて、こちらの ISO ヘムロックの 5.56 弾が、ウォーゾンアーマーに対するダメージ調整ですね。だからまあ、300BLK 弾もっと使ってねってことかな。で、次がですね、今回の本題なんですけど、新武器、バトルライフルの RM277 こと、こちら、クローネンスコールが大幅な弱体化、ということで、こちらがですね、まず射程距離の低下、そしてヘッドショットの倍率低下、で、セミオートモードでの反動が弱体化、と、レートダウン、で、ウォーゾン限定なんですけど、アーマーに対するダメージ低下、ということで、かなり弱体化が来ております。まあ、確かにマルチですね、まあ、バトルライフで一番強いのはなんだと言われると、まあ、この新武器ね、クローネンスコール RM277 がね、一番って言われるのはわかるんですが、ただ、ぶっちゃけね、めっちゃマルチでピック率があるかって言われると、そこまでね、使っている人はマルチだといないので、ここまででかい弱体化はなぜって感じなんですけど、実はこれね、もう MW2019 から続いてるお箱のね、まあところなんですけど、ウォーゾンの影響をかなり受けまして、っていうのも、ウォーゾンのランクではメタ武器だったんですよね。しかも、セミオートでの強さが注目されて、ちょうどね、この弱体化が入る前に、海外の情報サイトでもセミオートメタってことでね、紹介されるぐらい注目されたんですが、まあこちらがですね、弱体化ということで、いや別にマルチだとね、使ってる人本当に知る人と知るみたいな感じのマニア武器だったんだけど、いやさすがにちょっと弱体化しすぎかなってことで、まあ、ちなみにこれがね、どれぐらい弱体化したかっていうと、まあ、ちょっと参考程度にね、こちらまず射程距離を最大に上げて、で、ちょっとわかりやすくじゃあサイトつけて、まあ、こちらセミオート撃っていくんですけど、こいつのセミオートの強さが、実はね、ヘッドショットワンパンっていうね、強さがあったんですよね。まあ、それこそ、まあ、バトルライフルで言ったらね、この F タックリーコンくんとかが、まあ、セミオートで使うとヘッドショットワンパンじゃないですか。だからそいつのね、効果を持った銃じゃんみたいな。しかもそれフロート言ってて強いねみたいになってたんですけど、はい、2発キルに弱体化しました。これめちゃくちゃでかいです。やっぱワンパンが2パンになるのってだいぶ違いますからね。そういったところ、マルチのセミオートもかなり弱体化。で、まあ、セミオートのレートダウンはそこまで違和感ないんですけど、ただ、ブレに関してはほら見て、結構ブレるじゃん。わかるかな？多分ね、これセミオート使った人はわかると思うんだけど、セミオートほぼ無ブレだったんだけど、こんな形で結構上がっちゃっていくんだよね。そう、だから結構リコイル制御が大変な武器になっちゃってるから、そういったところ、ちょっとロマンのね、セミオート運用っていうのができなくなったのかなっていう。まあ、そうじゃなくても、普通のフルオートの方でも、ヘッドショット倍率だとか、射程距離がね、大幅にダウンしちゃってますので、早速ね、ちょっとこちら悲しみを背負った銃使って実況プレイやっていこうかなと思います。ということで、まあ、これからもですね、まあ、コールオブデューティー MW2 に関する動画ガンガンと上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ、通知が届くようにチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。では、参りましょう。はい、では早速、ちょうど今回のアップデートで、こちらドームマップの10対10っていうね、カオスモードが来ておりますので、早速こちらグラインドやっていきましょうか。で、まあ、こういう10対10であれば結構定点が正義だったりとかするんで、まあ、動くだけね、敵が次々湧いてくるから、しっかりとキルスト貯めてから、場面を制するみたいな形の構成でやっていきたいんでね、こちらのカスタム構成でやっていこうかなと思います。だからもうほんと射程距離増し増し、弾数増し増しって感じですね。なぜ反映されない ?OK。まあ、ぶっちゃけね、通常マルチであったこれ50ドラムマガジンは、ちょっとオーバースペックになったりとかするんですけど、ただ、うわ、めっちゃ強っ。こういう10対10とかのね、もう敵がワンサか湧いてきて、もうとつるだけもう無駄ですよ、みたいなところであれば、こういう50っていうのはね、めちゃくちゃ輝いてくるんで、まあちょうどいいんじゃないかなと。まあ実際ウォーゾーンでもこれが超人気だったらしいんでね。さあ、やっていきましょう。で、今回はやはりね、ドーム MW3 リメイクマップですので、はい、こちらステレスボマーを持ってきました。いや、懐かしいですね、これも。確か MW3 だったらステレスボマーじゃなくて、ステレス爆撃機って名前で、確か登場してたかな。これがですね、通常のキルストリークじゃなくて、死んでからでも使えるっていうサポートっていうね、ぶっ壊れがあって、そうだから死んでも継続するから、もう突撃しまくって、このステルス化け機器をね、早めに出して盤面制してドミネーションをコントロールするっていう、もうパーティーレイプがあってですね、当時は。まあ、それを今回は再現していこうかなと思います。さあ、しっかりとこの50ドラムマガジン、そして最長バルですね。エイム速度はめちゃくちゃ遅いんですが、まあ、これがねウォーゾーンで人気のカスタム構成だってことでやっていきましょう。とりあえずもう初手は上です。はい、ここの上上がって、こっから見るの、敵は来てるか。いや、いないな。いや、いる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 。
とか出てないよ。いやー、多分マスターいるな、そこ。ナイスキル。で、それしっかりとキルしつつ、はい、ナイスアシスト。で、まだ湧いてくるか。いや、これディスポーンワンチャン変わるんでねえか。大丈夫か、味方。いいよ。さあ、味方の支援もしていきつつ、はい、ここ。ここなんです。は、弾がない。うっそ、早く切れんの。え、待って、50ってこんな早く切れんの。やっぱ、霊凍力もそこそこ優秀ですからね。いや、アシストはしたんだけど、その次に何も繋がらんかったな。まあいいや。俺はここで、イモるぜ。いやー、勝負したけど負けたかー。まあ、こうなってくるともうちょっと反動制御欲しいよなー。まあ、これでちょっと移動ができなくなったので、まあ、こっちから回るか。10対10やからなー。まあ、とりあえずグラインドなんでタグも取らないといけないんだけど、とりあえず最初盤面どっちが取るかみたいなところあるんで、いける？味方ナイスキル。盤面どっちが取るかモードだけど、ナイスキル。からのタグ取って、次っぽい行きましょう。いや、めっちゃ熱ー。待って、これ炎ダメージ上がったくね？こんなダメージあったっけ、モルドフ。一人、で、二人目を、はい、弾幕で捌きつつ、はい、タグバッて取って、はい、全部、納品。で、次、してないかどうか、ちょっと体力回復とかリロードしたいので、ここで、よい、ちょっと攻め手投げて遅延しつつ、はい、ここで待ちます。UAV、オンライン。さあ、味方が抜かれましたね。カモン。一人、で、この角待ちもバレてエラなのか？バレてない！セーフ！セーフ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 って言ったらセーフなんです。危ねえ。さあ味方タグ取ってもろて。いいねえ。さあエアストまで溜まったよ。あと3キル。あと3キル。待って、2人ぐらい来るわ。助けて味方。味方助けて。1人、2人、3枚目、4枚目、5枚目からの、うおー上がれー、ゴラー、ナイス。気持ちいい。さあこれがステルスボーマーだ。角待ちの力でしたね。いや、ナイスナイスナイス。めっちゃキルしたよ。で、ここで、はい、ステルス爆撃オンライン。これが MW3 からの、よいしょー、亡霊だー。これぞまさに生物、くらえー、俺のホーグー来るぞー。うわー、気持ちいい、かっこいい。これクラスター爆弾なんかな、一個一個が。まあ、とりあえずキルしたと思ったけど、さあ、10対10で1キル。ちょっと待って、10キルだぞこれ。ブロンズだぞお前。待て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 、10キル。おい、これ V 取るのが強いやないかい。ステルス爆撃を、お前さ、弱すぎるっぴ。ナイスヘッドショットダメージ。いいよ、弱体化してもなおまだ強い。待て待て、 V 取るのが強いまであるぞ。やめてくれ。一旦これリロードするか。リロードする。で、多分投げ物飛んでくるから、トロフィー出しといて、ここを防ぎつつ、タグ取りに行きたいんだけど、取りに行ったら死ぬよな。味方抜かれてんね。これ単発打ちに帰るか。ちょっとヘッド2発かもしれんけど、俺はそれで行く。俺はこれで行く。ナイス、単発打ち。あ、ダメ、絶対無理。逃げまーす。危ねえ。こっちはけてーの。多分こっちから来るね。あれ、足音しない。どっかはけ。いや、味方が湧いてるわ。一旦こっち行く。で、タグ戻しといてと。いいっすね。いける？これ前出れへんのよな。さっきみたいにちょっとインファイトにちょっと持ち越したいところあるんだけど、味方いるよ。いや、もうスナイパー！これあれだな、エアストライクで一旦そこの駐車場しばくか。駐車場しばきたいんで。駐車場オンライン。うわ、めっちゃタグ落とした。今のうち上がれるか、俺。タグ取らせてくれ！おらー！ほらー、助けてみから。ナイスナイス、いいよこれ。エアストライク、まるでキャンペーン、まるでキャンペーンみたいな感じのエアストライクのシーンを得て、9個のタグをバンクする。いいっすね。ちょっと負けそうだったから、しっかりとこれで逆転と。オッケーで、次っぽ来たいけど、待って、上いる。待って、手前。おー、危ねー。待って、2人見る。ナイス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 。で、しっかりとタグまた戻します。オッケー、いいよ。いやー、めっちゃ熱い、激熱試合。うわ、めっちゃタグ落ちてる。いや、待って、無理、助けてー。ここはちょっと激熱試合になってんな。まあ、こういうところで停電するとめちゃくちゃ気持ちいいので、よいしょ、停電気持ち。待って、ジャベル撃ってるやついる。待って、これあかんな、前出れへんから。味方こういってこれやるじゃん。で、こっち、ナイスカバー。いいっすね。で、二人目いるんだけど、味方が多分、スルーしてるから、よいしょと。こっちもスルーさせてもろって、上上がりまーす。で、多分上いるんよね、これ。上おるか？あれ、おらへん。あ、いる。これやるじゃん。で、タグしっかりと取って、で、ちょっとバンクする前にそこの、やつを、やりたい。ナイスナイスナイス。で、タグバンク。で、二人目来る？ナイス勝利！いや、いいっすね。めちゃくちゃテンポ良かったけど、35確保20キルって形で、KD も多分ね、行ったんだけど、あれやな、爆撃機思ったよりもってな。いや、やっぱ V 取るのは絶対強いな、これ。これなんか、キルストの挑戦来てほしいよね。はい、ということでね、デス3ということで、クソイモでしたね。いや、やっぱりね、MW3 のステレス爆撃機はもう過去の異物になってしまったんでしょうか。いや、なんか、グランドオーとかだったら多分ぶっ壊れなんだろうな。なんか、そこら辺も、なんかその、大人数モード用と普通のマルチでちょっと分けてほしい。あるよね。いや、だって8キルプラス2キルしてこれだからな。俺、緊急救援物資も正直ネタ感あるもんな。ヘリガンダは強いと思うんだけど、なんか10キルだったらもうなんかオイラあたりがアンパな気がするんだけどな。まあそういったところですね。まあ非常にキルストリークで悔やまれる内容でしたが、まあ武器自体は悪くなかったですよね。これ50つけてなくてもマルチだったらまあそこそこ通用しますし、これなんといってもね、こういうエイム速度アップ系にまあめちゃくちゃして触れるんで、まあそういうシューターウスターとかシップメントですよね。まあそういったところでもそつなく使いこなせるまあ武器ですから。
まあそういったところちょっとね弱くなったところはあるんですけど、まだまだ、まあバトルライフの中で頭一個抜けてるのかなということで、まあ納得できるね弱体化の部分もあれば、いやいやちょっとウォーゾンでめちゃくちゃ強いからといってマルチの方もそんな弱体化せんでええやんっていうね、ちょっと心境がある武器でした。まあ個人的にはねセミオと頭ワンパンなくなったのはいいんだけど、ただやっぱ反動低下とかレートダウンはちょっといらなかった感あるよね。せっかくセミオートでも使えるね面白いバトルライフが実装されたと思ったのに、まあ急に3敗になってしまいましたから、そういったところですね。まあちょっと武器調整が悔やまれるところありますが、あと10日ぐらいでねまた次シーズン来ますので、その時にまたちょっと MW2 ね、いろいろ紹介できたらなと思います。はい、ということでこれからもですねコールオブデューティー MW2 に関する動画ガンガンと上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ通知が届くにチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。